はい、今回はですね、筋肉マン超人総選挙2019、41位から50位の超人たちを紹介していこうかなと思います。今回で一区切りつけようかなと思ったんですけど、ひょっとしたら100位までやっちゃうかもしんないんですね。まあこの順位でもまだね、やっぱ今後のストーリーに関わってきそうな超人は相変わらず出てますね。はい、ということで早速、41位から紹介していこうかなと思うんですけれども、まずこちらですね、41位サタンクロス、42位オメガマンディクシアですね。はい、でサタンクロスは地底チームの先鋒として登場してますけども、まあどうでしょうね、フェニックス絡みで試合まで組むかと言われると何とも言えないんですが、何かしらの形で登場する可能性はありますよね。はい、で次なんですけども、オメガマンディクシア、これですよね。このオメガマンがどういう風に出てくるかってことですよね。出ない可能性も十分にあるんですけど、結構コメントとかいろんなとこ調べてもね、出てくるかもしれないっておっしゃれる方はいらっしゃるんでね、出てくるとしても本当に敵か味方で出れるかもわからないし、なんとも言えないですね。死んでる状態でいいんでしょうかね今はね。フェイスフラッシュで復活した感じでもなさげだし、その点も不明なんでね、まあ、そのあたりのうやむやしたところも今後明らかになってくる可能性はありますね。はい、アリステラは死んでると思ってるだけかもしれないですしね。はい、で次ですけども、スプリングマン第43位、筋肉マングレート2代目ですね。これが44位ですね。ちなみにね、やっぱ筋肉マングレートに関しては初代と2代目が別にね、カウントされてるようなのでね、そういう点でもグレートって少しね損してるのかもしれないですね。スプリングマンは現在ね、いないんですけどもやられてしまったんでね、今後どうなるか、回数あたりでも出るかもしれないし、なんとも言えないですけどね。個人的には結構好きなキャラクターかな。オリジン編でさらにその結構可愛らしいって言うとも変だけどね、なかなかね憎めないキャラでしたよね。うん、若干そのモンゴルマンとタッグを組んだねことに対して嫉妬してた感じもありますしね。はい、でグレートなんですけど、ねなんつうのかな、2世のことは除外して、その初代の方で3代目として誰かしらグレートのね、コスチュームで登場する可能性はゼロじゃないかなと思うんでね、そういう点も含めてカメハメかもしれないですけど、またその点も含めてちょっとね期待したいとこではありますね、グレートは。次がねアレキサンドリアミート第45位ってことですね。前回の33位から大幅にちょっとねダウンしてるんですが、やっぱ単純にあまりなんていうのかな、見せ場が最近はなかったっていうのもありますしね、まあパイレートマンでちょっとスグルに助言をしていたぐらいなんですけども、今後やっぱね頭脳派なんでね、サタンのね、悪だくみとかをね解き明かすっていうか阻止していくファインプレーとかもね見せてくれるんじゃないかなと思うんでね、一つのまあありきたりなその予想なんだけどね、運命の王子たちに頼んでねちょっとねミート君がね指令を出して計画を阻止するみたいな、そういう展開もあるかもしれないです。試合以外ではまだちょっと王子たちのね活躍するんじゃないかなとは自分思ってるんです、少なくとも。でカレクックに関してはまあ見せ場は作れたのかな、読み切り版も出てその後ね5本槍として戦ったんですけど、いかんせん相手が悪すぎましたね。マリキータマンもともと勝ち目はなかったのかなっていう感じなんですけど、まあ6位ねアップしてるんですけど、まあなんというかね役目はね一つ終えたんじゃないのかなとは思いますね。はい、で次なんですけど、ビッグザブドウ、ネプチューキング、これは2人っていうか同時でカウントされてるみたいですね。で前回37位からちょっと下げてしまってるんですが、ひょっとしたらもしそのサタンがねやられてしまった超人たちを復活させるっていう展開になってくるとすれば出てきそうな雰囲気ですね。でもってネプチューマンにやられそうですね結構なんていうの、極悪非道なね、キャラクター、ある意味そういうキャラクターっていうのはレアかなと思うんでね、
筋肉マン、最近の筋肉マンだと、そういう点でも出てきたら面白いんじゃないでしょうか。ちょっと期待してるんですよ、自分ネプチューキングが出てくるんじゃないかって。まあオリジン編では回想で出てましたね。ベンキマンに関しても、まあなんというかな、正義の五本槍としてね、ギアマスターと戦ったんだけど、まあ、なんというかその友情パワーの発動、発光現象を最初に出したっていう点では大きな役割を果たしてくれたのかなと思いますね。まあしばらく登場することはないと思いますけど、ね、本当お疲れ様と言いたいです。はい。で次なんですけど、ティーパックマン、この辺だから正義の5本槍が、ね、集まってるんですよね。カナディアンマンはちょっと上ですけどね。で、まあね、ティーパックマンに関してはね、もう出てきたこと自体でもう一つね、ストーリーでね、大きな役割果たしてると思うんで、まあ、勝てるとは思わなかったです、正直。うん。で、まあ、ただし、5本槍として登場したこともあって、73位から大幅にね49位に上がってきたんですけど、今後どうなるかってことですね。まあまたちょっと首ちょんぎられちゃいましたけどね。はい。でブロッケンマンもむしろなんていうのかな、階層で若干美化された分はあるんだけど、それも含めてやっぱいいキャラに仕上がってるのかな。死んでからですよね。死んでからなかなか味のあるいいキャラに仕上がってるのかなっていうのもあるんでね。だからいっそのことだから、ブロッケンマンの生きてる頃のね、そのブロッケンジュニアの階層だけじゃなくて、本当生きてる頃の活躍してるシーンっていうのもね、ちょっと読み切り版でいいから見てみたいなってのはありますね。それほど前の世代ですよね。ロビンパパとかね、マユミとかその辺も絡めてね、ちょっとね出してほしいなってのはありますね。はい。ということで今回ね、個人的に気になったのはやっぱりね、ディクシアとあとネプチューンキング、そのあたりですかね。ひょっとしたらサタンクロスも出てくるかもしれないんですけどね、その点もちょっとね気にしながらね、ストーリーを楽しんでいこうかなと思います。ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。